はい、皆さんこんにちは。ミヤです。タカです。エッキブログです。おはようございます。今日は能登半島の2日目です。加賀屋さん、昨日ね加賀屋さんに泊まってて、動画も出してるのでね、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。今から車に乗って一番能登半島のてっぺんまで行きたいと思います。行きましょう。すごいねこの橋。すごいじゃん、能登島大橋。あとこうジェットコースターみたいな。そうそうそう、能登島またのお越しを。だってそう、さよなら。じゃあこれがなんとか大橋だね。またそう、あれホテルの部屋から両方の橋見れたわ。これ今からは輪島の朝市です。有名な輪島の朝市。いい感じ。朝一入ってきた。今朝一って書いてあった。あ、そう。はい、ここが朝一だね。ここの、ここの通り、この道だね。お箸を買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。漆塗りのお箸。はい、お土産、はい、ありがとうございました。見て、どでかいサザエ。生きてる。輪島港で取れたサザエ。すごいね、こういう風に出店で海鮮系を売ってますね。売店みたいなものが出てて、お土産が売ってたり、干物が売ってたり、海鮮で売ってたり。それにしても暑いよ今日。あ、そう、今日は暑すぎる。もう汗が噴き出してきたよ。暑い暑い。今端っこまで行って、もう一回あっちの端っこまで見に行こうと思います。ちなみに今日ね、平日の月曜日なので、こんな感じでね、出店も出てるんですけど、土日になるとこの5倍ぐらい出るんだって。5倍。だからこうびっしり出るんじゃない。でもあれも人が多いと嫌だな。まあ確かにね、密の状態になっちゃうね。だからこれぐらいがちょうどいいかもしれない。ゆたありだよ。ゆたあり。ゆったりね。ちっちゃいつが入るよ。ゆたありじゃなくてゆったありだよ。ねえ、わかる。わかんない。ちゃちゃん。ソフトクリーム買ったね。美味しそうでしょこれ。ユズヨーグルトソフトクリーム。さっぱりしてうまいかな。汗が止まらない。うんうんうん、めっちゃ美味しい。めっちゃユズ。あ、あ、まだ食べてない。ここだったっけ。もうちょっと向こう。あ、いやダメだよ。あ、の、あ、ダッシュダッシュ。はよせ。うま。なんかここの道どんどん残ってるね。今から千枚田に行くから。ここだよ。千枚田。おお、おお、綺麗じゃん。すごくない？千枚だ。すごいよ。ちょうど千枚だの先っぽに海がこうつながってるから綺麗に見えるよ。でも本当にお米作ってるか分かんないよ。アトラクションとして整備してるだけかもしれない。今はそうじゃない。昔は作るために作ったでしょ。食べるためでしょ。よいしょ。ここからはレナの運転だね。この車大きいから気をつけてね。そうだよ。後ろを引きずってぶつからないよね。そうだよ。レナさん、晴れてるよ。そう、ウィンカー遅い。今別に雨降ってないよ。あれをやめてほしいよ。あ、まだウィンカー出てるよ。あ、まだワイパー動いてるよ。あ、なんで。
はい、ということで到着、ね、窓岩、あそこだね、ちょっと外出てみてみましょう。窓があるよ、岩に。見てみますか。でもこれいいよね、窓が開いてるよ。最高なんじゃない。ああ。パカ座って目をつぶして。はい、目開けて、目つぶしてあげる目つぶしてあげるからサングラス取って。危ねえ、危なかったね。ああそう、私は後ろで立ってこう落ちてないよって言えばよかったね。ここに六甲崎の灯台入り口です。これがだから能登半島の一番先っぽだね。なんか急に流れたよ音楽が。12時だよ。おう、ちょうど12時、お昼の時間です。のどかだね。ということで今灯台の階段を登ってるの。階段で登ってるの登りつつあるところで気づいてるのが、ね、灯台って普通さ海の先っぽにあるんじゃないの。山の上にあるの。山の上にある。おい、へっぽこ、へっぽこ、綺麗だね、景色でも。ぽっ、ああ、間違えた、着いたかも。え、めちゃくちゃ綺麗だね。なんか思ってたよりこう短いけど短い。降りてきたよ。あー、暑かった。もうカメラが歪んでる、暑い暑今日の最後のスポットだよ。島を見に行く。もう見えてきたよ、すごい島だよ。本当だ、形がやばくない。軍艦じゃん。ドーン。エンムスビーチ、見て見て、かわいい。かわいいよ。一緒に。いつも失敗してるけど、せーの何俺を攻撃殴ることがあるどこに。うるさ、レナに殴られたし、行ったそれは愛だよ、それは私の愛だよ、ここに殴る。はい、出発しました。もう帰り道だよ。ここから名古屋に帰りますよ。何キロ？わかりません。知りたい？知りたくありませんだよね366キロ、5時間7分って書いてあった。ちょっと富山を通るから、後で3時ぐらいになると富山ラーメンを食べようかなと思って。前富山行った時に一緒じゃん。来ました。おー、ナポラーメン。これはそのブラックラーメン、ブラックラーメン、ラーメン。胡椒が効いてて。あ、そうだからブラック。わかんない、なんでブラックラーメンは。なんでブラックなんだ。うまっ。トマトソースのラーメンだよ、うん。ちょっと交換。すごいな、ナポラーメン。これ美味しい。めっちゃナポリタンや。ナポリタンの味すごくない？
ナポリタンにラーメンの麺ボン突っ込んでスープ状にしたらもうこれじゃん。食べてからはデザートタイムです。な、もう社長はやばいよ。うまそうじゃん。でもこれはスノーアイス。アイス、うまい。食べた。美味しかった。ブラックラーメンもうまかったし、よかったね。ナポリラーメンも意外とうまかった。これからはもう満足で名古屋に帰れるね。帰ります。この旅もここで終わりになりますので、動画も終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録はお願いします。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。